じゃあカメラ予選。確かにカメラ屋さんは登場しましたが、今現在ここに映っている、黒い剣はカメラ屋さんではありません。シュウさんです。まあしかし今日ね、一時期のあの繋がらなさは何だったんですかね。やはりあのなんとかワールドのせいだったりしたりするんですかね、あれは。さあ、マットマウスの王が仕上げる予想です。さあ、カメラさんが今戦いに備えてチーズをもぐもぐしながらミルクたっぷりのいちご飲料を飲んでおります。とりあえず恒例事項なんて聞いときましょうか。今日は何の日でしょうか。あ、今年から記念日。俺はもう記念日は語らないと。なんかもう記念日を語ることをやめたそうです。こんばんは。こんばんは。紳士淑女の皆様。すごい大成功ですね。
そうですね、マヤさんがいらっしゃるか、せいか。ちなみに今こうこのタイトルも いつものカメラ屋さんじゃないんですよ。あ、もう時代は終わったね。もともと始まっていない。カメラ屋さんも来たら、まあ、来たカメラ屋さんとかこんばんはって言われてるじゃないですか。まだ行けます。なんで半角なんだろう。いや、来たらなんとかもう半角なんですよ。基本なんで、これが半角はね、文字化けするからね、あの半角からはあんまり使わないようにちょっとしつけられてるんですよね。ああ、そういうこともありますな。ありがとうございます。の剣は俺と同じ色なんですけど、すごい動きがね、違って面白いと思います。はいはい、かなり攻撃的な動きをしますよ。歩き昇竜ができるんで、真っ向勝負の選択肢を取れるんですよね。私の場合、昇竜拳じゃないから、タイミングずらしたりとかする、はいはい、過激をするんですけど、昇竜拳の場合、相手に合わす過激なんですよね、タイミングを。はいはいはい。と言ってる間に、生産が1本取ってますね。開幕飛び。この辺の読みが結構、まだちょっと苦手なんですけど、はいはい、両方できるんで、ずらすのも、見つけるのも、バランスのいい剣です。あと、出っ歯もできますし。